I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Cyber Sleuth. Cyber Sleuth, whatever you want to call it. What?
Thank you.
おかしな事件のせ電脳探偵あっていう仕切り直していいねねCD、まあ悪くはないで。え？ひどかった。あ、それで。え、わかりました。夜の店内か。見慣れた場所が普段とは違う景色だと、どう調べてみたのだが、どうやらこの事件にも CD のジャケットに書かれていた丘とにかく、店内。さあ。店長の許可は取って。お。え？危ないからどこかへ行った。私、あの許可、だから、探偵、いいですよね。ね。こ。え？な。あなたたち、あっそんなあんたはじゃあ、はThank you.
まあ、ちょっとしてあれね。その愛情は焼きそうはさせる。無理しちゃダメだよ。自分の聴覚を呪うような五臓六腑を口から吐き出したくなるようなひどい曲かもしれません。でもあの独創的で個性的な新しい表現は受け入れてもらえるまでに時間がかかるもの。諦めたらそこで終わりです。最後まで自分の音楽を信じてください。以上、微妙ないたずらをしないって約束してくれるなら店長に頼んで正式に CD をお店に置いてあげます。私があなたのファンに…泣かせること言ってくれるじゃない。それでそのデジモンの特設 CD コーナーを作ってあげたというわけか。いたずら犯への処置として…そんなんじゃありません。世の中にはどんなあの曲がきっと音楽の可能性を広げて…ほうほう、店の利益のことだけではなく、さすがは CD… 音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと店のアピールをしていくとは、なかなかに証拠のたくましいお嬢さんだな。その露骨な証拠、私は嫌いじゃないわね。
行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。
Like, share, and subscribe, please.